皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。今日は秋山の講座の6話ということなので、もう最後の話ですね。そして特別にこれ16分ぐらいあると思うんですけど、皆さん頑張ってたくさん覚えましょう。レッツゴー。パッパンパンパランパランポッポッと、ポッとった。今日は、スペシャルドイツのアニマルタンクでしたよね。バーン、パラパッパラパッパッパーン。感動しやがる。この4号選手は、OK。この第一次大戦の17年、結構。一次大戦の後半になります。さまざまな理由があったんだよね。このノーマンズランドを渡るのに必要だった。と言いながら実はやってたんだよね。もうお金があんまりなかったんだよね。第一次大戦が終わっていろんななんか罰金とかいろいろ食らって、罰金っていうかお金いっぱい返さないといけなかったけど、すごいちっちゃいよね。2名、一人が下にいるんだね。ちょっと顔で見える。20ミリってすっげえ弱い、これ第二次大戦で使われなかったっけ。つながりものだよね。じゃあ結局使われなかったんだね。4号ってかなりいいやつだよね。3号ってそんなに良くないけど、との話だよね。4号はともかく、しかしなんかたくさんを使おうから電撃戦ができるブリッツクリーグっていうやつ。違うの？超弱え。使い方だよね。たくさん使おうと思う。しゃあない。歩兵では何ともできないから。そうですよね。しかし、一気にこのタンクで攻撃してバーンって止められないって。しかもサンゴ結構速いんだよね。マウスとかいろいろ後のやつと比べると。後ろからも攻撃することができるってやつやな。そうだった。ドクターストーンとかでよく話されるコミュニケーション能力ってやつね。これは3人だったっけ？ 3 号。このアニメでも結構そんな感じなんだよね。そこが、キーポイントだったって言うんだね。頭がいいっていうなんかコミュニケーション能力はやばい。さすがは通信部隊出身のグデ
フデリエンってなかなかの頭のいい方ですね。今となっては結構もう当たり前と思うんだよね。全てのコマに通信できなかったら細かいコントロールはできないからね。1対1ではダメだ。3号でも4号でもこれはできまへんっていうことでしたね。5号パンタ。でもこれは5号って言ってもアニマルシリーズだよね。パッパッパッパン。ちょっとかわいいよね、アニマルシリーズって名前は。結構パクってこういうのがついてるから、なんかその防御のここよりだいぶ硬いってやつだよね。最良の中戦車で、ここでもう一番ビューティフルなタンクができたっていうことですね。パンタっていう、めっちゃ高いってやつだよね、きっと。でもしゃあないよね。だってロシアもすごいでかいし、アメリカすっげえお金持ってる、資源いっぱいある。ドイツそんなでかい国じゃないもん。ちょ、巻き込まれてるってやつ。そんな大量に作ることもできなかったんだよね。車体とか結構守られてるんだよね、このちょっと出張ってるやつかな。どうだろう、まあ守られてるでしょ。おお、バズーカとか結構使われたんだかだっけ、第二次大戦。お、そうなんだ。そうなんだ、パンタそんな弱点があったんや、知らかった。オッケー。4号は最後まで頑張ってくれました。ティーガーでしょうか。これはもうやばいっしょ。でももう重装タンクだよね。車体めっちゃでかいやん、とにかくでけえ、生まれが違うとはどういうこと。電撃戦は他の弱い国をいじめるために作ってるんだけど、硬い国をぶっ倒すにはティーガーが必要だった。結構遅くない、でもティーガー、2000m？ 嘘でしょ、2キロやで、見えへんやん、2キロ先。これがないとダメじゃん。わーお、無理じゃん。 T がどうやって勝つんじゃん。じゃんめっちゃアウトファイターで、相手がインに入る前にはパンって倒すことができるとやな。一歩入り込めへんやんか。
そりゃするだろうな。 T が会いたくないわ。でもこれ4号で T が倒すなんてバグじゃねえのって思うんだけど、倒せたな。さすがノーティーガー。 T が嫌いです。ひどひどいひどいひどい冷酷ですね、アメリカのあの人。それめっちゃ悲しいや。とりあえず数で勝つってロシアのやり方とめっちゃ似てるよね。かわいいやつやで。なんかレオくんがついてる。ライオン。ポルシェティーガーはティーガーの前に来た、それとも後に来た。ポルシェ博士は有名だよね。それあかんやろ。おっとあかんやろ。ちょっと大人の都合ですね。現在のハイブリッド車の先駆けとも言える先進的すぎる設計ゆえに故障が多かったのは。でもちょっとかっこいいよね。見方はかっこいいよね。ちょっと趣味だよね。だって使えへんかったらなんでやみたいな。どれぐらいの馬力は必要なのかな、よくわかんない。ここで自動車ブーができる。OK。まあ、結構強いけど、いろいろ訳ありっていうことで、そごはないでしょうか。なんか、飯時に車体を回せ。飯時計、飯時計、一体何時に飯食ってんのよくわかんないけど OK。 さすが弁慶。でも本当に頑張ったね自動車部。こっちの方って味方かっこいいよね。このトップのやつがちょっと回ってるやんか。超好き。ティーガー2の方が俺見た目がかっこいいと思う。なかなかでけえぞこれや。88。これ倒せる？一体誰が殺せんの？世界最強。無敵に決まっておろ。でもさ、ティーガー2で別に終わればいいやんか。マウスを作ろうとするやつらって誰がいるんだよ。700ホースパワーしかないんだよね。本当はどれぐらいいるんだろうな。1000ぐらい欲しいんかな。エリカちゃん教えてくれよ。かわいそうやな。でもなんか小さいさ、歩兵殺すためのやつがいっぱいついてるよね。いろいろ考えてるね。これバカだよ。マウスいらんやろ。どこで使うの？もう完全にディフェンスタクティクスだろこれ。
道で走れへんやん。副砲でかすぎるだろ、意味わかんねえ。ちなみに設計はヒットラーのお気に入りだったポルシェ博士。ちょっとポルシェ頭おかしくない？こういうと電気駆動をめげずに採用しています。めげずに、あの人よく採用するな。試験走行の結果は良好だったと伝わっています。ほう、オッケー。だって重すぎるだろこれ。しかも13キロしか走れへんとか、全く無意味じゃん。こんなんさ、一人の歩兵に C4 か何かを持たして、走らしてプイってつけてパンってさればいいやん。まあ C4 もしかしてなかったかもしれないけどね、第二次大戦は。しかしドイツが第二次世界大戦で生み出した戦車の数々はベンチマークとなり、世界中の戦車に影響を与え続けたことに変わりはありません。それは間違いない。でもマウスは別に作んなくていいと思う。いろいろドイツの戦車の凄さっていうのを分かっちゃうんだよね。ありがとう秋山ちゃん。ドイツ戦車の歴史と魅力、あと愚かさも分かっちゃうんだよね。マウスとか作らなかったら、まあその数より、強さ、10人のタンクを1匹のタンクで倒せたらそれでいいと思ってるんだよね。その一匹の強いやつを、じゃあ私を作るって。もしかしたらそっちの方が効率がいいかもしれないけど、そのなんか一番強いタンクを作ろうと思って一体どれぐらいの生産を無駄にしたのかな、わかんないよね。だってアメリカってやり方すごい頭いいよね。とりあえず使えるやつをもう見つけて、オッケーこれだ、もうみんなこれだで死ぬほどそれ作って、もうみんなはもう同じものを作っててすげえパーフェクトエクスパート、1000個作られても変わりがない。でもにあのドイツはもうたくさんいろんなものを試してて全部違うし、多分習うのもすごい大変だったし、扱いづらかったでしょうし、その司令官からするとね。まあそのマンパワーも少なかったし、もうほんと世界大戦でほとんどの世界がドイツの敵だったから、ドイツが勝てるとかちょっと想像しにくいんだよね。あとラシアのタンクってマジか、そんなに強い、そんなにバカ力を持ってるなんて想像もしないんだよね。ちゅうことなんで皆さん、いろいろ勉強はできたと思うので、次は皆さんに映画の方でまたお会いができればというふうに思ってます。では皆様、次もちゃんと見ていただければというふうに思います。面白かったら高評価またはコメント登録の方をお願いして、次の映画の方もやって実況したいと思いますので、皆さんぜひご覧ください。バイバイ、おきに。